はい、皆さんこんにちは。ネットビジネス界の目の上のタンコブ、ネット物販講師の黒沢です。 Amazon で出品登録を行う際、コスプレなど一部を除いたアパレルのサイズバリエーション登録方法が大幅に変更されました。今回はそれについて詳しく説明させていただきます。本動画参考になった方、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の論点2点あります。まず1点目、少し時系列の話をさせていただくと、元々サイズバリエーション名は自由に入力することができました。その後、サイズというバリエーションとアパレルサイズという選択式のバリエーション、両方を設定しないとサイズバリエーションが登録できなくなったのですが、最近昔からあった自由に入力できるサイズという項目がなくなり、アパレルサイズという選択式の項目だけになったということです。2点目、後ほど掘り下げてお伝えしますが、アパレルサイズという選択式のサイズバリエーションの中で、アパレルサイズ表記単位括弧国という項目があるのですが、 US 要するにアメリカサイズ表記しか選択することができません。一方、中国のアリババで買い付ける商材には当然ながら中国のサイズタグがついているわけです。日本のマクドナルドの M サイズとアメリカのマクドナルドの M サイズを比べていただければわかるように、 M サイズ、L サイズといった表記は国によってサイズ感が全く異なります。商品によって実寸は異なるので実一人からげには言えませんが、イメージとすれば中国のサイズの2サイズダウンがアメリカサイズ、例えば中国で L サイズで売っている商品はアメリカだと S サイズぐらいのサイズ感で捉えられることが多いです。このアリババ商品のサイズタグに表記されているサイズとアメリカ人のサイズ感のギャップをどう埋めていくのかが2点目のポイントです。では早速話していきます。現在アメリカでサイズバリエーションのあるアパレル商材を出品登録する際は、アパレルサイズという選択式の項目に入力していく必要があります。アパレルサイズの項目は大きく分けて4つの入力箇所があり、まずはアパレルサイズ表記単位各国に、こちらはアメリカ、アマゾンの場合 US、 アメリカしか選択することができません。次にアパレルサイズの表記方法、基本的には M、L といったアルファベット、アルファを選択するか、8、9、10といった数字での表記をするかの2択になります。今回はアルファベットで表記する場合の説明をさせていただきますが、実は日本でいう8号、9号といった番号で入力するやり方にも利点がかなりありますので、最後の方で少しだけお伝えさせていただきます。次にアパレルサイズの値、これは要するに何サイズかということですね。そしてアパレルサイズ括弧最大レンジ、こちらに関してはアパレルサイズの一つ上、 X ラージの商品を売るのであれば、その上の XX ラージと入力すれば良いわけです。 US アルファ X ラージ XX ラージのように4項目入力すると、初めて1サイズバリエーション登録することができます。ちなみに現状では出品登録時、アパレルサイズの値 X ラージ、アパレルサイズ最大レンジ XX ラージと入力すると、お客様が購入する商品ページ上では XL から XXL といった形で表記されます。さて、ここからが重要です。中国で商材を買い付けてアメリカ Amazon で販売する場合、サイズ感とすれば X ラージの商材だけれども、中国のサイズタグでは例えば XX ラージと記載されていたとします。アメリカのサイズ感に合わせて X ラージとしてこの商材を販売すると、購入したお客様が手元で見た際に XX ラージというサイズタグが目に入り、間違ったサイズが届けられたと考えてしまい、試着する間もなく返品してしまう可能性があります。幅
販売しているサイズとアリババのサイズタグの表記の差による返品を防ぐためには、基本的には2つの方法があります。1つ目、布タグをカットする。これは一番古典的な対処方法なのですが、アリババで買い付けた商材にサイズタグが付いていた場合、そのサイズタグをハサミでチョキッと代行会社で切断した上で、サイズタグが付いていない商品を送るというやり方です。サイズタグ自体を切ってしまうわけですから、アメリカのお客様が目視でサイズが違ったと誤解して返品することを防ぐことはできるのですが、当然サイズタグ縫い付けてあるものをカットする場合、切り株のように少し残ってしまいます。そしてサイズタグは襟の後ろ側についていることが多いですから、切ってしまうと多少チクチクするとか着心地が悪くなる可能性もなきにしもあらずです。また見た目的にもカットしているわけなので良いとは言えないですよね。ハサミチョッキのやり方にご納得いかない方におすすめしているのが、サイズ説明を同梱するというやり方です。こちら作ってみました。コーション&ワーニング、注意と警告。 The size tag on products are Chinese size. Check the detailed size chart below. 要するに、服のサイズタグは中国サイズですから、詳しくはこちらのサイズチャートをご覧くださいと書いてあります。もちろん商品ページ上でもこのサイズチャートを画像として挿入しますが、商品ページの隅から隅までじっくりと読むお客様はなかなかいらっしゃいません。そこで代行会社にこちらを PDF で送り、代行会社側で印刷してもらって、商品を包装する際に一番に目につく場所に同梱していただく。この方法を取ることにより、商品のサイズタグと注文したサイズの違いによる誤解を未然に防ぐことができます。紙を同梱するというやり方は2点利点があります。まず紙を同梱して明示するわけですから、ハサミ直近する必要がなくなります。もう一つはこちら、読まさせていただくと、To avoid danger of suffocation, keep the plastic packing bags away from babies and children. 要するに、包装袋による窒息を防ぐために、赤ちゃんやお子さんから包装袋を遠ざけてくださいという警告文も合わせて記載することができます。アメリカは訴訟大国ですから、こういった注意書きを明記しておいて損はありません。というわけで今回は、最近変更されたアパレルのサイズバリエーションの登録方法と、それに伴うアリババのサイズタグと、実際の販売サイズの差による返品を防ぐための対策についてお話しさせていただきました。最後にもう一つ、先ほど少し言及した件なのですが、アパレルサイズの表記方法アルファ、アルファベットにした場合は M とか L とか XL といったサイズ表記で商品を出品することになりますが、アルファベットではなく、あえてアパレルサイズの表記方法を番号にするという裏技チックなやり方もあります。この出品方法の利点は、サイズタグの ML、XL というアルファベットと8、9、10という番号は単位が異なりますので、サイズの単位が異なれば、 XL を頼んだのに XXL のサイズタグの商品が届いたといったサイズが統一されているからこそ起こりうる誤解が生じづらくなるということです。最後にちょろっと申し上げちゃいましたが、このサイズの単位をあえて変えるというやり方を最近はおすすめしております。ちなみに私がワードで作ったこちらの紙、生徒さんで欲しい方いらっしゃいましたら、お申し付けいただければ幸甚です。最後までご清聴くださりありがとうございます。